はい、薬師寺に来ました。バイクが結構あるんだよね。だからバイクじゃないとね、来れない。バイクも、ね、薬師寺というと、あの日本最古の建築物、まあ、日本や世界最古かな、でしたね、木造建築物ということで、その構造の日本建築のね、構造の素晴らしさがあります。はい、ではね、もう見えてますけどね、行っていきましょう。現在時間が11時半です。この辺はね、大和郡山って全くね、何にもない周りに。でこういう吹きっさらしの、ね、中で長く建築物としてその構造を維持し続けるというね、その日本の軸組工法のね、あの技術っていうのはね、高いということが言えると思いますね。はい、薬師寺参道って書いてある。薬師寺というと安江ですね。ああ本当だ、参道がある。結構長いね。松並木、ああ松ね、風に強いということで、ああこの辺はね、共産党の看板よく見えた。なんだろう、薬師寺、日本建築のね、もう基本スタート地点といえる、ね、建物ですね。入口のところ、あ、ここが薬師寺八幡宮、これは源氏関係ですね。八幡宮というのね。でこれ重要文化財にあたるそうですね。うん、重要文化財、こんな建物が。ああこれが八幡宮ね。まあこれはというかね、もっとすごいのが八幡宮じゃなくて薬師寺ですね。あ結構広いね。やべえ、これ結構時間食っちゃうな。うん、で一番奥だね、あれだね、あれだ、一番結構でけえぞこれ。結構でけえ。あれが世界最古なんだ。ちょっとたどり着けるかこれ。時間がないぞ。時間がない。日没までに。これ薬師寺広いなこれ。ちょっと行けるとこまで行こう。薬師寺の桜、ちょうどね、満開から散ってきてますね。この散り際が綺麗ですね。で、こういうお堀が、ああ、ここから先は有料ね。なんとね、五重の塔がダブルに、デュアル五重の塔なんですね。はい。ちょっと看板書いてあるな、見てもらおう。薬師寺第40代天武天皇飛鳥の地藤原京に建立され、平城遷都に伴ってその後やってきたところですね。あ、
創建当時の唯一の遺構を持っているということですね。あれですね。あれだ。あれが世界最高。これ車がガンガン来るね、これね。西国49薬師寺霊場。おっと、あ、これ1600円すんの、これ。東と西、まあ、ここで引き上げよう。あれがね、世界最高の50の塔。確かにちょっと色がね、傷んでますね。はい、じゃあ次へ移動、帰ろう。次はね、大和郡山城行こう。桜の名所、薬師寺、総本山、移動します。ね、あれが世界最古の建築物、木造建築物。